今日はあなたを囲んでみんなで一緒に勉強会です。ミューズとしてはなかなか珍しいシチュエーションですね。そう？別にそんなことないわよ。私はいつだっていろんなことみんなと一緒に勉強したいと思っているもの。そう？エリーが勉強好きなんて聞いたことないけど。あら、だってほら、お勉強って別に歴史とか数学とかそういう堅苦しいことばっかりじゃないでしょ。もっとスペシャルで素敵な柔らかいお勉強だっていっぱいあるはずだもの。じゃあ君、ちょっともっとそばに来て。用意はいい？レッツスタディイングリッシュ。今日は英語と一緒に外国語らしくボディーランゲージの練習ね。 Listen to me. My heart is burning always for your super love life into... ちょっと待ってよ。結局英語じゃない。もっとちゃんと苦手な教科をチェックしてからとか、逆に得意科目を強化するとか、そういうとこはなくていいわけ？ですね。そんなのめんどくさいじゃない。勉強も遊びもみんなで楽しむのが一番。それにこうしてぴったりくっついて隣に座ってお勉強したら、どんな難しいところもたちまちひらめいてもう天才になっちゃうわよ。そんなわけあるか！っていうか英語の勉強やるのに そんなにくっつく必要ってあるわけ？ちょっと胸とかくっつけすぎじゃ。そうですね。わかりました。それなら私はエリの反対側に失礼しましょう。一緒にスペリングなんていかがですか？ほら、手を出して。私が手を取って書かせて差し上げます。こう見えて私、書道は得意なんですよ。ではそっと優しくあなたの手をこう握らせていただいて。暖かい。あなたの体温を感じます。あ、ひどい、場所取られた。マキは向かい側の正面が空いてますよ。いやー、私が一番遠いじゃない。もうこうなったら正面突破でチューッといっちゃってやろうかしら。もうこのメンバーだったらどう考えても私が一番賢いんだからね。私のこと忘れたらもう絶対